A カップですか。A カップですか。あ、20です。ん？20？ 20？ 20あ、二十歳ですね。ありがとうございます。カップ数聞いてすいません。大丈夫ですよ。さあ、始まりました。始まりました。これも始まってますね。始まってますよ。はい、わかりました。今、ヒンジさんとつながっております。はいはい、さあ、それでは、どのような、鬱憤が溜まってるんですか？会社の上司にです。会社の上司。はい。どのような？いつもその上司が、はい、同僚の悪口の報告に来ちゃうんですよ。え、悪口の報告？あの人がこうやったみたいなことをわざわざ後輩の私に言うんで、どうしようもないんだ。聞いたところでね、はい、気持ちは知らんしなんだ。そうですね、知らんしと言われてもみたいなことでしょ。そういうことです。でもそういうの溜まるからね。溜まりますもんね。溜まります ね、はい、ね、そうですよね、はい、どういうところで働いてるんですか？薬局で働いてます。薬局の上司、イメージわかねえな。でも白衣着てますよね。そうですよね、はい、白衣着てます。じゃあその白衣着てる上司に悪口を浴びせたいと。あいつが目薬をさみたいなことでしょ。あいつのロキソニンさんみたいな。そういうことでしょ。そういうことですね。わかりました。じゃあダッチさんに、はい、その溜まってる鬱憤をぶつけてください。お願いいたします。イライラしそうなら本人に言え。だから人望ないっちゃうさ。おお、方言出ました ね。これ九州かどっかじゃないですか。九州だね。はい、九州です。九州。だから人望ないっちゃおっしゃん。かっこいいな。あ、いい、すごい。九州は大好きですね。イライラするのは本人に言うことですよね。そうですよ。うーわー、ズバッと。どうでした、ダンチさん。ダンチさんがゴールするかどうかなんですね。うん、浴びましたけども、うん、ゴールうるせえ、うるせえ。ゴールゴー2戦目ありがとう。長いな、バカよ。2戦目スペインの実況です。あ、ゴラス。うるささがもうスペイン語が出ちゃう。いや、かなりゴールしましたよ。よかったよかった。どうでした、ストレスも解消できましたか？はい、だいぶ楽になりました。あ、よかった。ね、これ聞いててくれるといいですね。たまたまね、ね、届くといいです。そうですね。で、明日からもまた頑張ってくださいね。はい、ステッカー送りますので。ステッカー送ります。ちょっとスタッフに借ります。ちょっと待っててくださいね。はい、ちょっと待ってください。さあ、ということでこのように、いろんなね、ジュアラーのストレスも解消してしまう。素晴らしい延長 V ゴールでしたね。延長 V ゴール、まさに延長 V ゴール。さっき入れてるからあれで追いついたの。あれで、そう、終了間に追いついたの。追いついたの。そう、追いついた。延長持ち込んだの。泥臭く追いついて、これあんだけね、こう長くなるよ。はい、盛り上がるよ、それは。スペイン語出てきました。コラスが出てきました。コラス、すいません。よかったですよ。さあ、このようにですね、電話もつながります。携帯番号が 090-266-7333 です。はい、今日はね、電話ここまでにしまして、はい、もう終わりの時間と、はい、参りましたよ、ね。楽しかったですね、今日もね。楽しかったですね。嬉しいですね、夜遅くまで。なんか、楽しいです、ラジオね、やっぱりこうやって。うん。うん、いいですね。ハテルがちょっと今日は。ちょっと。今日はね、なんか打ち合わせかなんかあるのかな。そうですね、ハテルがちょっと仕事以外は必ず来てくれる方ですので、うん、はい、はい、まあ毎週やりますからね、はい、はい、メンバー誰かは必ず参加する、うん、ね、いや、もう書き込みでも、ハサマに会いたい、ハサマに会いたいがもう多くて、ね、ハデピョンに会いたいっつってもうね、みんなまあラジオ聞いてね、ライブに足を運んでいただきたいなと。そうですよ、はい、思いますんで。さあ、今度ですね、8月6日、2011年8月6日にですね、渋谷オーイーストでジュアラーが選ぶ年に一度のランキングライブ、はい、二重バラの推し曲2011というのがあります。はい、5時オープン、6時スタート、楽曲リクエストはホームページにて受付中、はい、これはジュアラー来ていただける、まあ来れなくてもですけども、うん、はい、リクエストしていただいて、それをランキング形式にして、はい、1位から、ね、20位から発表していく、2位から発表していってライブでございます。だから二重バラの推し曲となっておりますので、うん、これどうし、どうし、本当にこれはね、できればたくさんね、たくさんのやっぱ数の中からのランキングにしたいですので、そうですね。ちなみに去年の1位は何でしたっけ？
エディさんの。エディさんの。とある恋が。いや、ありがとうございます。これは本当にジュアラの皆さんのおかげで、うん、ね、レアな曲として囚われてましたので。そうか。でもそれのおかげでね、今回のそのツアーは全部歌いましたよね。いや、本当ありがとうございます。うん、もう音源にもなって、なりますね、みんな歌詞もね、覚えてくれて。ね、まあ、ですけども、今年はですね、できればハデルにベストワン、ちょっとハデルが拗ねてましたね、まあね、はい、1位俺じゃねえのかみたいになってたのでね、うん、ああいう姿は見たくない、ね、やっぱりメインボーカルが横で踊ってる姿をそうね、ラスト見たくないですから、はい、俺と同じ位置で踊ってるんですからね。奥歯噛み締めなアンチエディがね、阻止しようとしますよね。だからみんなでこうね、いろんな曲をこうどん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 出してもらって、うん、ね、はい、はい、入れ替わってほしいですね。20と21が入れ替わったりどんどんしてる中で、締め切りみたいにしたいんでね、うん、これさ、これあれ中間発表とか出したらまた盛り上がるんじゃないですか。なるほどね。全く AKB と同じやり方ですよ。いただきます。いけしゃあしゃあ。ジョルケビのホームページで、はい、受け付けてますので、はい、どん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 こちらリクエストしてください、はい、ローソンチケット先行予約も受付中でございます、はい、L コードが71432です。L コード、うん、これエディ覚え方はどうする？あ、これですか。71432、うん、これはね、覚え方ありますよ、はい、ないしさにですね。そのままでした。意外とそのままでした。ないしさに、ないしさに、さに、さに、ないし、さにがない、ないし、ないし、あ、すみません、高知県だけでした。サニーマートっていうスーパーがある。高知だけだよ。そうです、ないしって言わないでしょ、はい、L コード71432です。15日水曜日までが締め切りとなってますので、こちらあと残り少ないチケットになっておりますんで、なんかすごいらしいですね。そうなんですよ、いい勢いですので、お急ぎください。はい、あと6月25日、はい、土曜日ですね。今週、あ、今週じゃねえよ、今月、今月仙台、これフックフック、5時半オープンの6時スタートで、たたえよ鉄かぶと鋼鉄おっさん万歳ツアー2011また梅雨時投げんなよサルトというイベントですね。はい、ザ・カンムリ、ザ・カンムリ兄貴の、兄貴の、はい、イベントに出演させていただきます、はい、こちらが P コード136-223、 P コード136-223、うん、L コードが21792、 L コード21792、これあるでしょうね、うん、エディ、 L コード21792、これなんですか。あー、これはね、ニーナさん、ニーナさんって言うんですね。ニーナさん、ニーナという、はい、繰り返れ、はい、ニーナ、国帰れ。ニーナ、国帰れ、はい、結構ひどいんですね。なんかね、なんか、うん、せっかく日本に来てくれたのに、ね、辛いっす、ね、ニーナちょっとダメなんですよ。あ、そうですか、はい、ニーナ、国帰れ。ニーナ、国帰れ。わかりました。21792、ニーナ、国帰れ。ニーナ、国、はい、ニーナ、国帰れ、21792で、はい、ニーナ、国だったんですけど、ね、あ、そうですね、お静かにお願いします。幼馴染みだよね。そうです、もうずっと聞かされてもう耳が痛いんです。さあ、ということで本日の恋目はここまでとなります、はい、はがきとかもね、どん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 送ってください、はい、はがきも言っときましょう、最後に、うん、160-0022、指番号160-0022、東京都新宿区新宿 5-18-21、 吉本 R&C ジュアル KB ツイキャスラジオ恋する木曜日までとなっております、はい、さあ、それではお別れはこちらの曲を聴いていただきましょう。激しいですよ、今回は。いいんですか、こんなんで。やっぱテンション上げて寝てもらいましょうよ。わかりました。ジュアル KB ディスチャージ。We'll be right back.
たお会いしましょう。さよなら。また木曜日に恋しようね。